こんばんは、大島たくみです。たくみクロージングチャンネルを始めたいと思います。今日のスタイリングなんですけども、2本撮りをしておりまして、前回とほぼ変わらないんですが、エルメスのスウェードのキャップ、 US アーミーのジャングルファティーグフォースと、アイクベーハーのチェックのシャツ、リーバイスの501レジットデニムを履いたスタイリングになっております。今回早速本題に入りたいと思います。今回は私が行っておりますインスタグラム7月度で一番いいねが多かったスタイリングをご紹介させていただきたいと思います。それがこちらになります。結構私にしてみればいいねが多かったのが珍しいなと思うスタイリングなんですけども、割とやっぱりまだドレスアイテムを着てる時の方がいいねが多いんですが、もう本当にもうドカジュアルのスタイリングです。ちょっとアイテムの詳細を紹介させていただきますと、まず J. クルーのシャンブレーのワークシャツの中に、これは DC というアメリカブランドのシャンブレーのウエスタンシャツを着まして、リーバイスの50166後期、結構色落ちしたアイテムですね、ジーンズですね。でラルフローレンのクロコのベルトをしまして、オールデンのコード版のペニーローハーを履いたスタイリングになっております。パッと見で全身こうフェード感のある色落ちをしたデニムシャンブレーの組み合わせ、もうこの日はデニムシャンブレー以外は着たくないと思ってしたスタイリングだったんですけども、元ネタはラルフローレンさんなんですが、実はですね、これちょっと言っていいのかな、ちょっと紹介していいかわからないんですけど、許可取ってないので大丈夫かなと思いますので紹介しますが、去年の夏か一昨年の夏にインスタグラムでフォローしている方で、インターナショナルギャラリービームスのバイヤーをされている関根さんという方がいらっしゃって、その方が去年だったかな、夏にされていたスタイリングで黒いブーツを履いて、少し太めの色落ちしたジーンズを履いて、でウエスタンシャツを中に着て、さらにオーバーサイズのウエスタンシャツをタックアウトして着てらっしゃったことがあって、その時にラルフローレンのあの感じをご自身でアレンジして着られてるんだろうなみたいなイメージがなんとなくあったんですけども、それをなんかこの今日はデニムシャンブレーしか着ないぞと思った日の朝になんとなく思い出して、自分もそれをちょっとこう自分なりにアレンジをしてやってみようと思いました。で自分なりにアレンジをするっていうと、これぐらいしかできなかったっていうことなんですけども、多分ラルフローレンさんはウエスタンブーツとか履いてたと思うんですけど、ペニーローパーを履いて、クロコのベルトで、ちょっと上品さをプラスするという、上品さというか、お金持ち感というか、そういうのをプラスするっていうスタイリングにしてみました。ポイントとしてはできるだけ色を揃えたかったっていうところがまず一つです。色落ちをしているデニムシャンブレーのトーンを、極力揃えていきたかったっていうのが一つ一番大きいポイントなので、こんなにシャンブレーデニムを持っててよかったなとは改めて思いました。ともう一つは、中のウエスタンシャツっていうのはどちらでもいいんですけども、外側に着ているこのワークシャツ、これをオーバーサイズというか、オーバーサイズということよりもゆったりしたシルエットにしたかった。決してこれオーバーサイズではないんですけども、オーバーサイズではないんですが、ゆったりしたバランスのシャツにしたかった。要はタイトフィットのものでは絶対にダメだと、それじゃあもう全然この雰囲気が出せないなと思って、少しこうゆとりのあるシャツにしたかった。その2つが、色合わせとシャツのバランス、それが割と大きいポイントです。でその関根さんもそうですし、ラルフローレンさんもそうなんですけども、トップス上に着る方のシャツは多分両方ともウエスタンシャツで、中もウエスタンシャツだったと思うんですけども、私はウエスタンシャツを重ねるよりもワークシャツの方がなんかさらにこう細かいところでミックスされる感じがして、ワークシャツをチョイスしたっていうのもポイントですね。ポイントとしてはそれだけです。でこれインスタグラムに上げた時に結構いろんな方から面白いですねとかいいですねとかいうコメントをいただいたんですけども、確かに面白いです。で暑くないですかみたいなことも言われたんですが、確かに暑いです。なんですが、時期が来たらちょっと涼しくなれば皆さんできるコーディネートだと思います。要は色合わせとそのシルエットだけ注意していただければ、皆さん
できると思いますので、もちろんその色の濃淡が少しついたとしてもそれがうまくまとまれば全然問題ないんですが、まとまらないケースが結構こういう、こうフェード感があってこう微妙なグラデーションをしているアイテムとかはなかなか難しかったりするので、まあ、それやる方が簡単かなと個人的には思っております。ともう一つ、これはちょっと YouTube で言うのやめようかな、なんとかちょっと恥ずかしいなみたいな気もしてたんですけど、ただまあこれを解説するのがこのチャンネルなので一応紹介をさせていただくと、実はこれベルトと靴の色全然茶色なんですけども違うんですよね。まあ数字で言うと靴はまあ9ぐらい、ベルトは多分6、5ぐらいのベルトの色なんですけど、まあ、これは意図的にこうしていて、結構シビアな方だと色が合ってないんじゃないかみたいなことを言われる方ももしかしていらっしゃる可能性もあるんですけども、実は僕はカジュアルスタイルの時のベルトの色合わせっていうのはほとんど気にしていなくて、それよりも全体のトーンでどうまとまるかっていうことを大切にしています。なのでもしかしたらネイビーのベルト、もしかしたら黒のベルトでもいいのかななんて思うこともあったりもします。ですが、まあ、この日のこのスタイリングに関してベルトを少し明るくしたのにはちょっと理由があって、この靴と同じ、まあ、要は9ぐらいもしくは8ぐらいの濃い色のベルトをしてしまうと絶対に上のシャンブレーと下のデニムが分断されてしまうと思ったんです。濃い色で締めちゃうことになるので足元とベルトで、それはちょっと避けたいなと思って、できるだけこのシャンブレーとジーンズがまあつながるっていうのはまあほぼ無理なんですけど、こう分断されないような形にしたいなとは思いまして、少し明るめのトーンにして、まあなんとなくですけどこうつながりがこう強まるように、こう分断が弱まるように色調整をしたっていう、ここがまあ実は裏では一番こう気を使ったポイントかなという感じがしています。全身のスタイリング画像も今こちらに出しますが、どう思われるかっていうのは多分見られてる皆様によって全然感想は違うと思いますが、まあ私自身はこれがダークブラウンじゃなくて良かったなとなんとなく思っています。ただぼやーっとしちゃうのはそれはそれで良くないので、ある程度の濃さがありつつもこうぼやーっとしない、それがこうポイントかなと思っています。さらに黒子っていうところもまあ正解だったかなと、ちょっとこうリッチな感じが少し出せる、まあ、やっぱこういうワークアイテムとか、まあ、ジーンズもワークアイテムですし、まあ、デニム素材自体がそうだと思うんですけど、まあ、そういうのを考えると、まあ、基本的には労働者の洋服なので決してリッチなものではないですよね。なんですが、まあ、そこにペニーローファーだったり、まあ、さらにこう黒子の本当にお金持ちの象徴のような黒子のベルトをすることによって少しこうリッチな感じも出せて、色合い含めて、まあ、ベルトのチョイスはこれで、まあ、個人的には良かった、正解だったんじゃないかなと思っているスタイリングになっております。こういうのをやると結構まあ楽しいので、ぜひ皆様も一度挑戦をしていただきたいなとなんとなく思っています。こうシャツを重ねたり、あとはポロシャツの上にシャツを着たり、まあ、そういうのって、まあ、アメリカ人のこう物臭な感じがすごく出て、それはそれでこう楽しいというかファッションとしてすごく楽しめるスタイリングかなと思っておりますので、ぜひ皆様もちょっと挑戦をしていただければなと思います。まあ、私自身はもうこれ1回やってしまえばもうあと 2,3 年はいいかなと、まあ、この着こなしに関してはいいかなと思ってるんですけど、まあそんなにこう乱発するものではないというか、まあこういうのを、まあ、飛び道具としてたまにこうやると楽しめるので、まあそういう体で考えたスタイリングになっております。またデニムを使うスタイリングっていうのは、まあ、私は本当に大好きなので、1週間に何回かは絶対にこうどっかにデニムが入っているっていうスタイリングは絶対しているので、まあ今後もこうデニムを使ったスタイリングっていうのはどんどんしていくと思うんですけども、まあ、またこうアイテムを変えたり品を変えることによってちょっとこう違う見え方になったりすることもあると思いますので、まあ、そのあたりでこ うまく調整をしながらこうデニムとまたうまく楽しく付き合っていきたいなと思っております。まあ、皆様も興味があればぜひ挑戦していただければと思います。それでは簡単ですが今回のコーディネート紹介を終了させていただきます。また8月と、いいねが多かったスタイリング紹介させていただきますので楽しみにしていただければなと思います。
それでは、今回の匠クロージングチャンネルを終了させていただきます。どうもありがとうございました。